車椅子乗せられる機能はあるんだけど予約がなきゃ乗せねえんだぜって <music> 小泉和真のコイちゃーんちょっと膝ぶつけてしまいましたっていうことで膝じゃん肘です小泉和真ですいません、えー、今日も良い子の皆さん小泉ちゃんズの皆さん小泉和真の小泉ちゃんお伝えいたします今日は バリアフリーについて小泉一馬珍しく怒っているしょっちゅう怒っているというお話でございますけれどもまあねバリアフリーについてはね長野市のバリアフリー弱いんじゃないかっていう問題意識を持っているということまあブログにも小泉一馬書いたりしています。で今回ね今12月議会始まってましてこのことをドーンと市長にねぶつけていきたいなという質問を用意してありましてズバリ長野市の。 交通バリリアフリーについてですよね,でね最近もねそういう話ありまして長野駅でね車いすの方が予約していたんですよ予約しないと乗れないんですよそもそも長野市のバスっていうのはね車いすの方で予約してあっただけど早く用事が済んじゃったから1本早く来たんですって。でバリリアフリー対応で 車いすが乗れるはずのバスが来た1本早くだけど予約はしてない乗せてくれと言ったら勘弁ねっつって運転手がそのままスーっと去っていってしまったっていう事件があっただそうですでこれについてはねなんかどうも、ね、ここをカットしてくださいね,でねバス事業者もどうも対応まずかったなってことを言ってるようですでこういったお話ね実はね 小泉最近よく聞くんですよあの長野県のね県のリハビリテーションセンター前のバス停もなんか1日2本しか止まらなくて終バスは2時だとかねであとはなんか志摩ノ井線に乗ったってなんかそんな予約してってもなんだかんだみたいなちょっと対応悪かったよみたいなのあるし聞こえてきます方々から。でこれねやっぱり一つはねなんでそことか起こってるかっていうと。 今年から障害者差別解消法っていう新しい法律が4月からね施行されてるんですよね障害者差別いけないよってそういう法律的廃棄ができて、まあ、そう言っちゃいけないけど障害者の方もね そういっったた権利意意識識をよより強く意識されれるるうになててきているまたねで時代の流れですよ誰でもね車椅子乗ってたってついついてたって社会に参画したい小泉だって自陣になってついついたって車椅子乗ったってそれは社会に出ていきたいですよそう思うじゃないですかそういう時代背景があってのことだと思いますでねあのー、バリアフリー基本構想っていうものを進めようね で国土交通省お国はね一生懸命行ってますで長野県内ではすでに松本市で松本市がやるから岡谷とかね塩尻諏訪この4つはバリアフリー基本構想すでに作ってますで長野は作ってないんだよねで長野作んねえからこの辺も広がらないそれ千曲もない須坂もない長野も中野もないでしょで、ね、それどうなってんのか で、国土交通省のね、ホームページ、皆さん見てみてください。バリアフリー基本構想で検索してください。そうするとね、ページ出てきます。でね、今、全国でバリアフリー基本構想を作成しようとしている自治体の情報っていうのが出てきます。で、そこによるとね、国土交通省調べ、バリアフリー基本構想を作成に関する長野市の回答っていうのも、そのほうばっちり出てきてます。で、平成23年の3月31日現在では、 平成26年で以降、おおむね5年以内に長野市は作成に着手しますっていう回答があったんです。いい、じゃん、頑張ってください、長野市。ところがその翌年どうなったかっていうと、ぺらっとこのね、もうこのギミックを発動しますと、こうなんですよ。平成24年3月31日現在、作成予定なし、突如として <laughs>、 作成着手予定から作成予定なしになってしまうんです。アナオソドシアナガノシ。このアね、何があったのか。劇的にバリアフリーのね、対応が進んだのか、そんなわけねえだろうって、議会にも知らされてない、住民にも説明されていないんです。じゃあこれね、情報公開請求して、小泉から、調べましたよ、どうなってるのかって、そしたらね、こんだけ出てきました。このペラーっと、こんな熱いのが出てきまして、 でじゃあどうしてねじゃあ23年と24年の間に何があったかっていうとこちらなんですね。でございまねバリアフリー化,しし、ね、リリー化長野駅だけじゃなくてこれ見るとねあのなんか四之井駅もやってるしそれから長田のね長野駅あの地下鉄駅あれもバリアフリー対応なんですよっていうことを。 長野市の交通政策課は言いましただから24年になったら突然ねやなくていいじゃんってことになってます。でその模様を今この辺にねピクチャーインピクチャーで入ってますけれどもスロープがあってねでその先ずっとじゃあ,あよかったなってスロープでずっと車椅子登っていくと。 手動ドアで開けらんねえじゃんってそういうね、ちょっとこれどう、何考えてんのみたいなね、構造がね、長野駅と駅ビルにはね、結構あるんですよ。で、そういうこともね、理解した上でバリアフリーって言ってるのか。あるいはね、バリアフリーってね、その駅舎だけじゃないですよね。この交通バリアフリー、公共交通機関の事業者がどういう意識を持って運用してるのか。 ね、車椅子乗せられる機能はあるんだけど予約がないきゃ乗せねえんだぜってそれじゃあいかんのだそれやっぱりで小泉はあのー、お聞きしたことあるんだけれども東京にね越したと長野から東京に越しちゃいました何でか長野じゃねだめだと思った生活できない車椅子じゃ。 東京に行って大正解。東京な予約しろなんてそんなうるせえこと何にも言われねえし、どんどんね、車い子で生活できるから、本当にこっち来てよかったりするなんてこと言われて、俺、聞き取りに行ったけどね、寂しくなっちゃって、帰り新幹線で帰ってきたって、そういうこともありましたよ。で、こんな長野市でね、定住促進って言ったって、誰が住みたくなるのかしら、松本なら住めるけども、長野じゃ住めませんよってお話でね、されちゃったら困ります。で、やっぱり、 バリアフリー進めてみんなが幸せに暮らせるかっこいい町長野作っていきましょうにまとまった